きっともっと京都を好きになる楽を旅する楽旅はい皆さんこんにちは。 楽旅若村ですさあ本日は5月の11日水曜日です午後の3時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日もですねいいお天気になってきました朝は 雨が降って少し肌寒い午前中だったんですけれども、えー、午後から一気にですね雲が晴れまして、今はもう見渡しても雲が見つからないほど、まあ、晴天に包まれています。気温も午後の方が、ね、だいぶ上がっておりまして、今予想最高気温よりちょっと上がってるんじゃないでしょうかね。今25度を記録しておりまして、かなり暑い蒸し暑い1日になっています。午前中少し雨があったので、 今この太陽の暖かさでその雨が蒸発をしてちょっとねじめじめするような暑さになっています今先ほどちょっとねこちらさっぱりとまあ散髪に行ってきましたのでこうオフィスに帰ってくる間ギラギラした太陽の下を歩きましてねかなりちょっと汗をかきながらギリギリなんとか今帰ってきまして今日のライブ配信もスタートということになります 今日はですね、楽旅京町屋の1階の大広間、こちら奥にご覧いただけますのが、お茶室に付属する路地というお庭になっています。もっとね、季節があと1ヶ月ほど行きますとね、ちょっとこのお庭の方にカメラを置いて、お庭からお届けしてみるのもいいかなと思いますけれども、今ちょうどですね、苔も大変美しいですし、新緑も芽吹いて美しいお庭になってきています。 ただ、もうあと1ヶ月もしますとね、この楽旅京町屋も、6月の1日を迎えますと、失つ替えということで、この建具、これも全部、夏の建具と変える、失つ替えが行われまして、今は冬の雪見障子が入っていますけれども、夏の風通しのいい吉戸などを入れまして、これから本格的にやってくる暑い夏をいかに涼しく過ごすか。 そこに最大の知恵と工夫が凝らされた、この京町屋の夏の失来を見ることができるようになります。先日来皆さんにもお届けしておりますが、ザ・京都、京都新聞さんと一緒に今、様々な一年通じて京都の年中行事を皆さんに体感いただく、ザ・京都プロジェクトを推進しています。その中で、6月の1日に私たちのこの楽旅京町屋で、 来いを体験するというう特別プロジェクトがが今募集がもう始まっていますますた今日もこの後 YouTubeInstagram に動画をアップするときにリンクを貼っておきますのでぜひ興味のある方はそのリンクからお申し込みをいただきまして6月の1日私たち楽旅スタッフも総出で参加しますそして皆さんと一緒に今蔵に入っている夏の建具を出してきて 冬の建具を蔵の方へと戻していきますのでその夏の失つ替えを皆さんと一緒に体験したいと思いますのでぜひご参加いただきたいと思いますどちらかというと6月の1日に夏の失つにするということはもう一回戻す冬の失つに戻すときがあるんです10月の1日なんです6月7月8月9月と9月いっぱいまで夏の失つで 10月の1日に再び夏と冬の失来を交換することになります。ですから、失来替えは1年2回行ってるんですけれども、やっぱりね、夏の失来が4ヶ月、冬の失来が8ヶ月ですから、夏の失来の方がレアというか、期間が短いですから、6月の1日の縦具替えの方がね、 どちらかというと皆さんにご参加いただくにはいいと思うんですよこういうね一般的に皆さんもいろんなところで見たことがある一般的な冬の出来から京都独特のまたはこういう古い家屋独特の夏の建にわずか夏の期間だけ4ヶ月変わりますからその夏の出来を準備するのが6月の1日とされています今ね全体的に気温が高くなってますからねもう5月の1日でも いいんじゃないのと思ったりもしますけれどもまあ6月の1日が古来、室内外の人されていますその日を境に、冬から夏へと京町屋の中の雰囲気もガラッと変わりますのでぜひ、ね、この特別プロジェクトに皆さんご参加お待ちしておりますさあ、それではですね、本日も今日ちょっと旅へどこかの寺、どこかの神社へと遠くで旅をしてみたいと思います だいぶね、旅くじが少なくなってきました。あと、まあ、それでも20ぐらいはあるかなと思いますけれども、間もなく新しい旅くじも、これが一度全部なくなったら、再びこの中に旅くじを投入していきたいと思います。それではいきます。くじ取り式です。さあ、いきますよ。 本日はどんなテーマが出るでしょうかまだプレゼントもこの中に2件2種類のプレゼント企画が入っていますから20個中2件ということは10日に1回出てもおかしくありませんから皆さんこれからの約1ヶ月間はこまめに見ていただきましてプレゼント応募になったらぜひご応募いただきたいと思いますそれではいきます こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは私が中身を確認しまして、皆様に1つ、2つ、3つとヒントを出していきます。皆さんはそのヒントを聞きながら、あそこのお寺かな、いやあそこの神社じゃないかな、など考えながら聞いていただきたいと思います。 わかったという方はですね、ぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、さあ、どれぐらい京都を知っているか、腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。九時改めです。さあ、本日のトークテーマは、 わかりました本日のトークテーマは神様を祀る神社です神様を祀る神社です実は今日午前中この楽旅京町屋で打ち合わせを行いましたその打ち合わせの内容にも関わってくる神様がお祭りをされています とはいえ皆さん、今日午前中どんな打ち合わせがここであったのかわかりませんから、それはヒントになりませんけれども、はい、その神様は、もともと実在をした人物です。この世に存在した実在した人物です。はい、しかし今は、この神社の神様として祀られ、 あるご利益でその仕事に携わる人に大変熱く信仰を深めていますそれ以外の方はねそんなに参拝する神社ではないと思うんですしかしその職業に就いている人はこの神様この神社にお参りをされると思います 神様が歴史上の実在した人物と言いましたが、この人物の名前が神社の名前になっています。ですから、実在した人物といえば、例えば、学問の神様、菅原道種公、北野天満宮、こういうケースも考えられますが、神様の名前が神社の名前にも出てきているという意味では、 菅原の道真なら菅原神社かもしれませんけれどもちょっと違いますねしかもその名前の下私であれば若村遼ですから遼神社と名付けられているようなものなんです下の名前が神社の名前になっています こちらの神社はある大きな神社の中にお祭りされていましてこの大きな神社を建てた人物もこの方なんですですからこの方は歴史上ある有名な一族の人でこの大きな神社も建てこの人自身があることに秀でていたことからその業界の神様として あがめられてるんです。わかりました、はい、そうです。今日のトークテーマはこちら。山影神社となります。山影神社。わかりましたかね これもちょっとね、ヒントを出しすぎると皆さんすぐに分かったと思うんですよ。なんといっても料理の神様としてあがめられていまして、京都の料理組合など、その業界の方々は、一年に一度は大きな祭りごとを行って参拝。料理業界がますます発展しますよう、参拝に訪れているという神社なんです。まず、この山陰。 これは今から1200年ほど前に奈良から京都へと都が移り平安京の都が山に囲まれた山城の盆地にできますと平安京の鬼門の位置北東にある吉田山に吉田神社が創建されますこの吉田神社を建てたのが藤原の山陰という人物で もともと奈良にあった都の鎮守の社といえば春日大社。都は京都へ移りこの春日の神も京都へ移し奈良における春日大社と同じ位置づけで京の都平安京の春日の神を祀る神社として藤原の山陰が 吉田山に吉田神社を創建したということなんです。こうして現在、吉田山は、千年にわたる往生鎮護の社として以降、崇められることになって、特に平安京の鬼門の位置、北東にあることから、鬼門よけの、厄よけ、鬼門よけの御利益で信仰を変えまして、 2月の3日、節分に、京都で一番大きな節分祭といえば、この吉田神社で営まれる節分祭なんです。このような吉田神社を創建しました藤原の山影。また別の顔があって、山影流と呼ばれる料理作法を作り出した人物としても知られています。そう。 料理の神様として崇められているのは彼自身が料理の世界で大きな足跡を残し山影流という四季包丁など様々な流派につながるそのような料理の世界に大きな功績を残したんですそこから現在吉田神社のずっと南へ 最上初代元宮へと向かっていく、やや、なだらかな登り道の途中に、右手、比較的小さなお社です。山影神社が出てきて、吉田神社の中にある一つの小さなお社として、今も吉田山の中腹に、小さな境内ではありますが、主に美しいお社が、 さされ残され残ているんですその社の中に藤原の山陰が料理の神様としてお祭りをされていまして確かにねそのお社に行くと周りの玉垣のところ石碑石碑に料理組合の名前とかまたは京都の名だたる料亭料理屋または木船の料理旅館などの名前が見られまして。 この山影神社が料理の関係者から熱く信仰を集めていることがよくわかると思います。またぜひ吉田神社参拝から西条所大元宮へ向かうなだらかな坂道の途中右手に小さな山影神社があって入り口に料理の神様山影神社と刻まれた石もあります。そして玉垣の 料理組合や料理料亭さんのですね名前を見てお料理の皆さん自身の料理の腕上達もね祈願していただいたらと思いますちなみにこの吉田神社にはもう一つ食べ物にまつわる神様がいらっしゃって田島守の御こと林上院の御ことといいましてこの神様お二人は日本で一番古い果物 お菓子にまつわる逸話を知られています田島森の御事田島森という第11代水仁天皇にお仕えした家臣の田島森にちなむ逸話が残っていてまたもう一人の林上院というのはおまんじゅうを中国から伝えて初めて奈良の方で作ったとも伝えられていますそのようなお菓子の神様として崇められるお菓子の果 祖先の祖と書いて「仮笠神社」というところがありますのでぜひその笠神社も料理とともにお菓子作りが好きな人は笠神社の方がご利益に近いと思いますのでぜひまたねご参拝をいただいたらと思います。はい、ということで本日は山陰神社についてお届けをしました。 さて、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日のトークはここまでとなります。さて、今日は5月の11日。そう、歴史上はね、今日新選組副長土方歳三の命日なんですが、実は今日5月の11日水曜日です。次回の ライブ配信が実は1週間後の5月の18日の水曜日になるんですよ。明日から私あの、名古屋、東京、鎌倉、東京とこう移ろいながらですね公演が続きまして帰ってくるのが月曜日なんですが火曜日もまたねスケジュールがちょっとこうびっしり詰まってまして火曜日もね昼3時夕方7時がちょっと難しく。 次回のライブ配信が1週間後5月の18日水曜日にポーンと少し日程が飛んでしまう予定なんですなんとか途中ねできないかなということでね実は今回今週末日曜日5月の15日日曜日に私たちラ楽旅主催の関東鎌倉を歩く鎌倉散歩があります 今年の NHK 大河ドラマゆかりの地を訪ねて皆さんと一緒においしいフレンチもいただくという特別散策企画があるんですけれどもこの鎌倉に私も行きますのでちょっと鎌倉散歩の途中なのか前後なのかどっかで皆さんという形であのライブがライブと言えるか分かりませんけども何かこう皆さんとオンラインでつながることができてもいいかなと思っていますので ぜひまたできるかできないか、ちょっとお天気がね、怪しいんですよ。明日あたりから全国的に雨が続く、なんか梅雨みたいなお天気になっていくようなので、ちょっと日曜日、どれほどこうカメラを構えてお話ができるかどうかちょっとわかりませんけれども、まあ、あまり期待せずに。でもちょっと一週間来ますので、何らしかですね、皆さんと一緒に楽しめるような、まあ、そんなこともね、ちょっと考えていきたいかなと思っています。 次回、正式にはこのライブ配信は、5月の18日、水曜日。えっ、ー、とね、午後3時かな。午後3時か7時か、どっちかからお届けできる予定になっていますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。はい、鎌倉散歩は、本来5月の29日、日曜日だったんですが、すぐに満席になったので、もう1日、5月の15日を設定しました。あと、 お一人かお二人。お一人かお二人。まあ一応ね一人なんですけどね。森さんが食べなければ、ははは、二人いける。まあ基本一人です。お一人あとね参加できますので、今週末の金曜日まで、今日は11日ですから、12日の、あちゃちゃちゃ、今日11だから、13日の金曜日、夕方にもう人数取りまとめて、 シェーケンタロウというなかなか、ね、予約が取れないお店を今回予約をさせていただいておりますのでそのシェーケンタロウさんの方に人数をお伝えしますので今日明日明後日の夕方ぐらいまでにお電話いただけましたらあとお一人鎌倉散歩ご参加いただけますのでお二人かなお一人ご参加いただけますのでぜひ皆さんご検討いただきましてご参加をお待ちしております。 さ、はあ、それでは心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ、皆さん、合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。この好きになるととこ皆さんも大合唱をいただきまして、手にハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からも、 たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっと、もっと、京都を好きになる。ということで、本日は午後3時からお届けしました。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。次回は1週間後。 5月の18日水曜日にお会いしたいと思いますそれまでにゲリラ的にどっかから皆様にお届けできることを願って本日のライブ配信終わりたいと思います皆さん本日もご視聴ありがとうございましたそれではポチー足が 足がしびれました。